こんにちは、斉藤武弘です。安比高原ゴンドラがオープンしました。でまだ町のハヤブサは滑れないです、メインのコースはね。ただこうザイラーの方がねオープンしましたんで、山頂から滑れますんで、あ、めっちゃ景色いい、ここすごい。ちょっと下滑っていきましょうか。あのね、昨日午後あたり、あ、お昼ぐらいから雨が降ったんで、第1、第2あたりはすごいカリンカリンですけど、上はねめちゃくちゃいい雪です。ただモサモサですね圧雪はしてるけど、ビシッと閉まってる感じではないので、だから結構モサモサ、コブあるしこのザイラーロングっていうのは結構急なところなので、だいぶね、ちなみにもう2時過ぎてますから、今日僕午前中とか、午前中というか1日レッスンだったんで、レッスン終わってから撮ってるのでこんな時間になってますけど、だいぶコブ斜面ですね。ちょっとシーズン初めの片手スキーはあれだな、まだ慣れてないわなかなかですよ体はまあまあ動くけど息が切れるっていうまあでもこんな感じです。ちょっと下ちょっとカリカリあるかな、でも上にかぶってる雪は柔らかいんで、すごい、いやー、シーズン入ったなーって感じですね。でやっと今日からね、今12月15ですね、15日ですけど、こうやって山頂から滑れるようになったんで、かなり滑れる幅も広がりましたしね、滑れる幅というか距離か、楽しみながら滑れてます。レッスンもね、今日は山頂から滑りながら来ましたし、一応リフトで言うとセントラルクワッド第2リフト、あと第3リフトも動きました昨日ね。で、あと今日ゴンドラが動いたんで計4本動いてますね。だからこうやって山頂から来て長い距離滑ってもいいし、下から上がっていっていろんなとこね滑っても、いろんなとこっていうか中斜面、緩斜面滑ってもいいですね。こんな感じです。なかなかこれだけの距離滑れるね、スキー場まだオープンしてないかもしれないんで、結構お客さん多いですね。まあ日曜だからっていうのもあると思うけど、もさもさです。さあちょっとこのまま行ってみましょうね。電池が持つかな、ちょっとね寒いんでね、電池が持つかどうか分かんない。あ、カメラの電池ね。いっぱい転んでるいっぱい転んでる。あー気持ちいいね。ちょっと風が強い、ちょっと風が強い。はい、さあということで第3リフトの乗り場に着きました。で下から上がってきてね、こうやって上に行くとこのコースも滑ります。第3はねリフト降りると、この左側ハヤブサコースと右側降りれるんですけど、まだちょっとね第3はここのハヤブサコース1本しか空いてないので、
激混みですね。今日はというか今週はね、研修会とかもやってるんですよ。スキー、あとスノーボードもやってるのかな。あとは海外からの団体のお客さんとかも来てるんで、結構混んでますね。はい、ハイシーズンのアピだったらこんな混むことなかなかないですからね。よいしょ、行きましょう。さあさあ、あ、こっからですよ。あのね、わかるかな、ちょっとね、じゃがいも畑的な感じになってる、ほら、ガラ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 って。伝わりました。めっちゃカリカリよ。でもね、カリカリはカリカリでね、エッジが噛むんでね、カービングがすごい気持ちいいですね。気持ちいい。おー、おい、下までカメラ持つかな、寒いんだよな。このカメラで山頂から下まで撮りっぱなしやったことあったかな。ちょっともしかしたら切れるかもしれないですけど。最後まで行ってみましょう。よくここら辺はね、あの動画でも出るゲレンだと思いますけど、はい、一番下まで戻ってきました。第一ゲレンですね。第一の、まあ、白樺ゲレンでって言います。さあ、ここは人も多くなってくると思うんでね、ちょっと気をつけながら行きますけど、多いのかな。わあ、子供がいる、かわいい、かわいい、かわいい。はい、はい、ということで、あの第2から第1まではカリッカリで、上は気持ちいいパウダーが乗ってる斜面でした。朝一は普通に上の方もコブじゃなくて、あのしっかり圧接されたバーになってたんで、あの午前中とかね、あの朝の早い段階で来ると結構いい状況で滑れるのかなと。あとまたね、これから雪も積もっていくと思うんで、こういう下の方のアイスバーンとかも多分なくなってくると思いますし、あのね、アイスバーンって言っても全然エッジ噛みますからね、テロンテロンってわけじゃないんで、結構、まあでも初心者には結構アイスバーンね、特に下が緩斜面とかがね、あのカリカリになってるから怖いかもしれないけど、うん、まあそんなこんなで、アッピは、今日から12月15日からゴンドラオープンしてますんで、来週ちょっとね、半ばもしかしたら雨降るかもしれないですけど、でもまあ、 あの第3とかもそうですし、ゴンドラから降りたザイラロングのね、急斜面とかも全然今のところ石とか枝もほとんど出てなくて安心して滑れてます。全然新しい板でも滑ってもいいかもっていう感じですね。あの雨が降っても溶けなければ、うん、はい、ということで、12月15日アピ高原のゲレンデレポートでした。面白いなと思ったら、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Facebook、Instagram やってますので、よかったら登録してくださいね。ではまた。